どうもラジオ、今日はスペシャルなコメントいただいてます。はい、12月の25日26日2日間行われるバリオカロック2018というイベントがあります。うん、場所はゼップ福岡なんですが、そこに出演するアーティストからコメントいただいてます。こちら、 KBC ラジオ、どうもラジオ、木の皆さんこんばんは。福岡の皆さんお元気ですか。スーパービーバーです。スーパービーバーです。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの柳杉です。ドラムのジャーです。よろしくお願いします。長岡大学君お元気ですか。元気ですか。あのもう大学にはお世話になっておりました。はい、我々のイベントで司会やっていただいたり、やってもらいましたね。はい、どうですか大学の印象。うん、よく喋るね。目立ちたがり屋だね。よく喋るね。なんか最近気づいたんだけどね、下ネタ結構多いんですよ。確かにね。下ネタ大好きですね。それもなかなかあの我々の中ではポイントが高いでございますけども、はい、そんな我々でございますけども、はい、バリオカロック、はいはい、出るんですよ。出ますね。どうですか柳沢さん、意気込みのほどは。いや、まあ、あの年末に今年もまた福岡に行けるということで、まあ、本当にあの大好きな街なので、うん、締めくくりとしてね、うん、ズバッとかっこいいライブをやりたいなと思っております。やりましょう。上杉さんどうですか。そうですね、もう本当になんか同じ感じになっちゃいますけど、やっぱ年末にしっかり行けるっていうのは本当に嬉しいんで、うん、本当にだからいいライブをちゃんと届けたいと思います。はい、藤原さん、福岡って可愛く言ってください。福岡。以上、スーパービバでした。何ですかこれ。え、どういうこと最後の。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいつも。はい。スーパービーは本当にかっこいいバンドで、はい。とっても日本語を大切にする。もう詩がしっかりとこう体に染みてくるような。うわ、もう人間性もルックスも音楽もライブも全部大好きでございます。年末の福岡バリオカロック2018、はい、2日目の26日に登場ですので、ぜひとも生でご覧いただきたいと思います。うん、バリオカロック2018のチケットの一般発売は、もうおよそ1週間後に迫っています。12月1日の午前10時より、12月1日の午前10時よりですので、ぜひともチェックしていただきたいと思います。それでは1曲おかけしましょう。スーパービーバーのニューシングルです。予感。